ここは光さえ抜け出すことができない空間。大丈夫か、アンチノミ。ユース、見せてもらったよ、君の可能性を。ユース、この世界を救ってくれ。何？この世界を救い、そしてゾーンを救ってやってほしい。どういうことだ？お前はこの世界を破滅させるために戦っていたんじゃないのか？僕は君たちと過ごした時間の中で、何度となく不可能と思える壁を打ち破る君の姿を見てきた。そして記憶を取り戻した時、僕は決意したんだ。ユースの可能性を信じようと。俺の可能性を？君なら絶対にできる。ユースなら自分の限界を打ち破ることができる。だから僕は新たな力へと導くためにこのデュエルを始めたんだ。それがデルタアクセルだ。ユース、君なら君自身のデルタアクセルを見つけることができる。お前は最初からそれを俺に伝えるために。ユースとは違う形で出会いたかった。そうすれば本当の仲間になれたかもしれない。アンチノミ、いやブルーノ、お前は俺たちチーム 5Ds の俺の仲間だ、ブルーノ。仲間、この僕を仲間だと言ってくれるのか、ユース。仲間か。僕はみんなを励ましながら、みんなと共に戦っているユースを見ているのが大好きだった。そこに君の無限の力と可能性を感じていたから。ブルーノ、ブルーノ、飛び移れ、早く。無駄だよ、言ったはずだ。このコースを抜け出すためにはどちらかが消滅するしかないんだ。ブルーノ、君たちと過ごした時間は最高に楽しかったよ、ブルーノ。何をする気だ、ブルーノ。ユース、君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える。光を超え未来を切り開くんだ。行け、ユース。ブルーノ、ブルーノ。ユース、ブルーノ、ブルーノ。